イエーイ。第8回、池田美濃ロックのそんな感じでお願いしますという感じで、今日は、伝説のゲームセンター秋葉原にありました J ゲームの、お話をしていきたいかなと思います。じゃあまずはゲストの紹介、J ゲームの元スタッフの赤羽さんです。赤羽さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一人、J ゲームの元プロゲーマー、店員さんの鬼平くんです。よろしくお願いします。味方だったら GRI くんっていうね、あのスコアネームで、スコアネームじゃねえか、リングネームで、格ゲー大会とかなんか出てたりするんですけど、じゃあ今日はちょっと面白い話をよろしくお願いします。はい。で先に言っておきます。ここで今から話す J ゲームのいろんなエピソードは、もしかしたら、フィクションかもしれないし、ノンフィクションかもしれないし、まあ、信じるか信じないかはあなた次第ということになっております。あとなんかあのゲームセンターっていう場所になんかこうやたらこう美意識を感じている方、あの危険ですのでこの配信を見ないようにそっと閉じるという形でね。まああとその他あの J ゲームのね当時の、歴代の常連たちをね今日は何人か呼んでるんで、まあちょっとね根掘り葉掘りね呼び出して、まあここに一人ふとにたくいらっしゃいますけど、まあ呼び出してね、話をね掘り葉掘り聞いてみようかなと。J ゲームとは何ぞやというところで、秋葉原のトライタワーさん、あ今のトライタワーさんじゃないですね、旧の旧トライタワーさん、あそこの3軒先ぐらいに、まああった、まあもう今はないゲームセンターなんですけど、あの3軒先ぐらいにあったゲームセンターで、だいたい1坪あの1フロア15坪ぐらいの4階建てのゲームセンターになっていると。ちょっとハッチョ写真出せる、こんな感じのいきなりこれかよ、やべえ、いきなりこれかよ、入りたくねえよな。これ電車山手線乗ってるとね見えますね、これは見えるんですよすごいね、あの東京のアンダーグラウンドを感じさせるこの見た目でね、近づきたくねえよ他ちょっと写真ある、ちょっとパッパッとこう、あこれが当時の店内の なんかこれサンタさんがいらっしゃいますね、あのサンタさんが向こうやばいやばい、外にこれ外に筐体置いたんですか、筐体これはすごいですね。まあ、あの、よくガロスペの聖地なんていう、なんかあの、モノローグが、まあ、未だについたやネット上で、よく参見させる、まあ、J ゲームという場所なんですけど、この、歩いてる方が、ちょっと若干引いてるのが、いいですね。あれみたいな感じで、えみたいな感じで、まあ、こんなお店。まあ、なんか写真他にもある?大丈夫?あ、これいいですね、懐かしい。これ4階ですか、4階です、ガロ伝説スペシャル、あ懐かしい、 2P 側乱入すべしと、おお、ちゃんと上にライブモニターまで設置してあって、この青い椅子がまたいいですね。このこれ手書きなのね、ポップは手書き、すごいね、これうまいね、字書いてる人、これどこれスタッフ、スタッフです、俺以外のスタッフマジっすか、へえ、こう習字みたいな感じで、うん、いろいろ書いてあるんですけどね。あれこれもかっけー、あれスタッフさんが書いたギースの絵、これはもう女の子が当時いて、ジェイコちゃんっていう、ジェイコ、うん、スタッフジェイコがギースを書いて、全部書いてます。へえ、こういった味のある、まあ当時は確かに PC あるにはあったけど、 PC でパあのポップを、まあ、98年ぐらいですからね、出力するっていう文化あんまないかも。おうまいですね、これもギースタワー、ギースタワーこれ、え?これギースターって呼ぶんですか?ギースタワーって呼ぶ、ギースタワーすごいですね。お、これエアロシティじゃないですか。エアですね、重いんだよね、エアロシティがね。なるほど。お、ギースタワーへようこそ。へぇ、これもジェイコちゃん、ジェイコちゃんですね、ジェイコちゃん字うまいですね、すごいですね。おお、ポリゴンテリーさん大暴れ、アイズのアンビションだ、髪サラサラテリーさん大慌てマーク、おお、なるほどね、 あこれちょっとひねりの効いたポップが店内にこう散見していると、これはちょっと変わる、お懐かしい、熱き男汁の世界です、どんな汁やねん今後ね、ちょっとこの汁についてはいろいろそれ3階なんだけどな語っていきたいかなと思って、3階か、3階だね、俺が使えるよって、使えちゃやべえだろ使えるのダメなやつだからガロスペで、俺が使えるよと使えちゃダメだろ、使えちゃダメだろそれ
大会会場はこちらです。あ、でもなんか丁寧にこういうポップなんか細かくやってたんですね、このジュースの自販機あったな。ジュースの自販機、おお、これは当時の大会のご様子ですかね。これ知ってる人とか映ってたりしないんですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。ノーコメントを貫いていく。あえてノーコメント。おー、あ、これさっきのやつですね。ありがとうございました。これはでも貴重な写真、こんなのよく残ってたね。そうですね、よかった。ありがとうございます。そうですね。じゃあまあそんな感じの J ゲームということで、はい、で今日はあの話を分かりやすくするために、まあ、ミカド事件簿ってあるじゃないですか、僕らがやってるイベントで。第10位から第1位まで、ミカドで毎月あったことをみんなに発表していくっていうイベントをね、ミカドトークライブやってるんですけど、今日はそれ編のパクリじゃないですけど、うん、J ゲーム編でやっていきたいかと。閉店までにどんな事件があったのか、うんうん、10位から1位まで、赤間さんと鬼平君が作ってくれましたので、はい、そういう形式でじゃあ今日は進めていきたいかなと。はい、題して、まあ、さっきも言ったけど J ゲーム事件簿。じゃあ行きますか。怖えな、怖えな、いろいろ怖えな。ベベーン、第10位。お、第10位なんだなんだ。脱衣麻雀にあれ女性店員が後立つ。10位。これは夏井麻雀コーナーというのはどこにあったんですか。3階ですね。1階2階、1階はプライズ、2階が 新作ゲーム、3階が脱衣麻雀、まあ、シューティングとシューティング、あ、まあ、いわゆるシングル的なゲームコーナーがあったと。でこの脱衣麻雀にあれがあれです、ね、あれです、金に使い古したあれがあったってことです。そうです。これはもう中身も入ってるぞと。そのあれをジェイコちゃんがなんだ汚いわねと、うん、やっていく、うん、これはあれなんですか。そういうのそういうサービスやってたんですか。最近この話を他の人にしたら、いやそれお金取れるよとわけわかんないこと言ってる人がいる。お金を取るってもう取る、え、あ、え、ジェイコちゃんが抜いてくれるんじゃなくて。違う、それは捕まる。後始末してる様子を見てるだけでお金取れんじゃねえかとか言ってるバカな人がいたんですけど、誰とは言えないんですけどね、これ。え、なんちょっと俺今ちょっとまだわかんないんだけど、要はその脱衣麻雀をやってるわけですよね。その人は。それで、ああ、ダメだダメだダメだってなる。あ、もう行くぞっていう感じでやるんですか。え、だって、え、だってゲーセンですよね。ゲーセンですよね。ゲームセンターですよね。カーテンとかなんもないですよ。ないですね。ないそいつバカですか。バカでしょ。バカだね。バカでしょ。ここで。まあ、そういう人が定期的に巡回しなさってたお店っていうことになる。まあそうですね、定期的にね。なるほどなるほど。でこれでなんでそこにあんたが呼ばれてるかって話なんですけど。いや、お前犯人なの。違う違う、まず誤解をしてほしくないのは、じゃあ、あの常連の太にた分厚しで、はやはや、こいつあのプロレスラーなんでね、今プロレスやってますけどね、まあ当時は J ゲームでゲームをやってたゲーマーだったということでね。はい、いや、で、何なんですか。あれは誤解してほしくないのは、うん、あれは月に2回程度現れるおじさんがいて、その人が必ずその自家発電をしに J ゲームに来る強者はいたんですよ、まず。知ってたのか。それは有名な話で。知らないよ。嘘。何知らないよ。なんで知ってんだよ。友達だよ、お前。あれ松井さんから聞いたのかな。その決まったおっさんがいて、そいつが来ると大体残ってるんだっていう話があり、ああなるほどね。で当時僕の彼女とその3階でね、 J ゲームでデートしちゃった時に、うん、はい、脱衣麻雀コーナーグッて入ってたら、うん、まあちょっとムラムラっとしちゃって、うん、ちょうどおっさんの後始末後のやつが実はあったと、うん、おっさんがそのまさに横で戦ってなのか、あとのくんずほぐれつしてるところを見てるわけではない。ではないです。要は、あ、今日もこれあるなみたいな、来たなと思った。おっさん今日も元気だねってなった時に、
別に1個くらい増えてても分かんねえだろうと思って、はいはい、彼女とちょっとまあえ、出したわ 2P 対戦が始まっちゃって。お前が、はい、バカかなんで、で、え、なんで周りにお客さんいないの、違う、それでもいた方がいいの、どっちなんだよ、違う、最低なことを今、あれはこれから話すんですけど、昔、覚えてるかどうか知らないけど、麻雀コーナーって、ね、本当に麻雀だけがこう囲ってあるわけではなくて、ええ、ちょっとね、奥の方、そうそう、ね、壁みたいになってたの、うん、で、その壁のところに、だとちょうど隠れられるのがそういう技なんですか、技があって、でそれでこう俺はね、その上の方からこう目だけ出しながらこう様子を見ながら、そうじゃねえかオラっていうのを楽しんで、あ、そういうプレーを楽しんで、楽しんでたと。なるほど。でそれはこの二人に今初めて言うんですか、初めてだね。え、ごめんひどいね。まあこの話を信じるか信じないかはあなた次第です。第10位、脱衣麻雀にあれ後始末でしたというんで、いや、いきなりこれですか、大丈夫、大丈夫かな、大丈夫ですか、まだ10位、まだ10位ですけど、まだ10位、十分気が狂ってると思う。じゃあいきます、ひどいやつがいるもんだよ、いきますよ、第9位、おなんだなんだなんだ、あれの後でしょ、アダルトグッズで警察に警察に出頭、多かった、いっぱいあった。確かに J ゲーム僕も何度か行ったことあるんですけど、はい、1階がまあプライズコーナーで、まあ、UFO キャッチャーダーって並んでて、まあその手のグッズまあまあ多かったですね、うん、あれは 何を意図してああいうコーナーに、まあね、おー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 、放送禁止か、放送禁止、放送禁止か。最初って最初は普通です、アニメ、エヴァンゲリオンみたいな感じでしたよね、アニメ系のやつとか、そうですよね、普通でした。どこかで一線を越えていく、リーマンが来るようになって、サラリーマン、そうするとやっぱビデオじゃないか、なるほど、いわゆるその秋葉原のお約束のそういう、うん、まあ、前回ね、僕の配信見てくれた方は分かってる、トライさんみたいなのとはちょっとアニメオタグッズみたいなものとはちょっと違う方を行こうよみたいな、でアダルトグッズって意外に買いに行けない時代じゃないですか、当時って。確かに今は秋葉原に確かにアダルトグッズの専門店は何店舗かあります、うんうん、でも当時の J ゲーム98年99年、ああいった時代になかったね、なかった、うん、そこを狙って入れた。なるほど、これは偉そうなこと言ってるけど、でもこれって実はですね、これね、厳密に言うと景品って、上限800円って決まってて、で別にそのアダルトグッズは別に800円するかどうかわからないわけで、で実際に扱ってる業者とかもいて800円しません、安いんですよ、実は200円とか100円から AV とか、なんとかホールは、うんうん、それ安いですね、真っ黒でもピンクローターは買えるわけですよ、はい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 、なので別にそこは法律違反はしてないんです。なぜ警察に出頭しなければいけないかというとですね、これ実は都条例というものがございましてですね、東京都内はですね、大っぴらにですね、はい、アダルトグッズをゲームセンターで使用するとですね、不特定多数の人間、つまり未成年者もプレイできてしまうと、うんうん、でもビデオは例えばね、20歳未満じゃないですか、20歳までダメじゃないですか、ね、でもゲームセンターにバッと置いてあるとさ、別に UFO キャッチャーは20歳未満でも遊べるわけで、はいはい、取れてしまう可能性があると、おそういうことでですね、警察が非常に厳しく取り締まっているジャンルになっている。やりすぎましたね、やりすぎましたやりすぎたやりすぎたやりすぎた全面に押し出しすぎました、ね、押し出したね、まあまりにもまあまあ結構インカムいいんだよね、なんだかんだで、ちょっとこう飲んだ帰りにリーマンが来て、ロビデオじゃないかよおいっつってこ そうやるわけですよ。だいぶ入れたもんな、買ったっていうと恥ずかしがる人が、うん、そうそうそう、ゲーセンでちょっと取れちゃったよっていうのを任せるみたいな、あ、濁せる、めっちゃ金突っ込んですけど、うん、濁せるみたいなね、なるほど。でそれでインカムいいもんだから、あ、全部それだみたいな感じ、その流れですね、その流れですよね、そこまではやってないですけど、全部流れ的にはなるほどね。で、何でしたっけ、いわゆるそのエッチなビデオとは別に、
まあなんとかのおもちゃっていうのがあるわけですよ、うん、ロトのおもちゃみたいなさ、うん、あるわけですよ、うん、ですね、なんとかホール、うん、まあなんとかローターっていうのがあるんですけど、うんうん、でなんかそこでポラロイドでね撮りましたよくあるじゃないですか、景品やってるゲームセンターで、うん、こんな景品獲得おめでとうございますみたいな写真が飾ってあったんですよ、うん、まあこのそこまでは普通なんですけど、そのポラロイドを見るとそいつ持ってる某ホールを持ってるんですよね。でなんか俺の記憶だとね、その写真に写ってるんです、こいつそっくりあれはお前かやっぱり、はい私です、ちょっと待ってちょっと待って、お前だって当時いくつだよって話でさ、17ダメじゃねえ17、8だったかな、少なくとも高校の制服は着てました学生服で、高校の制服は着てたし、ただ写真撮った時は私服だったんですよ、私服だったし、あれほらその全員撮ったわけじゃないじゃないですか、うん、俺だけじゃないですか、写真撮って貼ってあったのね、そうそうね、で今思い出した記憶がそうで、こう何種類か撮って顔をっていう変顔にして撮ってたわけですよ、ええ、それがうちの高校の同級生が偶然 J ゲームに入り、ええ、その写真を見、ようやくまだ携帯にカメラがついた時代ですよ、うん、どうやらそれを写真に撮り、うん、学校に持ち帰り先生に見せたなのか、どういう経由なのか、私 PTA から呼ばれまして急に、はい、ふとにたくんちょっとお話があるんだけどと、ちょっと校長室来なさい、校長室に来てくれないかなんだろうって思って行って何なんて言われたの、そんで君は秋葉原で何をしているのかいやもうまさかそれがバレてるとは思ってないから、いや秋葉原いつも買い物したり、うん、結構楽しんで行ってます、エンジョイしてますよと、エンジョイしてますよと、君は楽しみすぎじゃないかな、楽しんで何が悪いんだって何の話だろうと思ったら、どうやら俺がその持ってる写真の話が学校に行っていたと、うん、なるほどね、だからこの警察の話にそれが通じるのかどうかは分かんないですよ、分かんないんだけど、まあ一応実際問題その条例に引っかかってたのは事実です、すいません、すいませんでした。これちなみに、まあこれ僕も実はいわゆる DVD 麻雀っていうジャンルあるじゃないですか、はい、実写の女の子がエッチな麻雀でできるやつあるんですけど、でこれがデモ画面でおっぱい見せる見せないみたいな設定があるんですよ、よう見せるっしょっつって見せるっしょっつって当然でしょ、見せるオンにして帝で稼働してたことあるんですよ、はい、そしたら思わないからパッと携帯電話になってきて、いやだお前何やってんだって、いやいややってないでしょ、何にもやってないっすよ、何ですかって言ったら、なんだあのエロ麻雀はおっぱい見てるぞってそれもダメなんだみたいな感じで、今おっぱいダメなんすか、で僕も出頭してですね、何さ、あれなんですよ、始末書というか弁明書っていうの書かされるんですよ、まあ、一応言い訳をしたら、まあ、じゃあそういうことなら分かったよっつって、まあ、まあそれ3枚書いたら営業停止とかいろいろあるみたいなんですけど、まあ、おそらく J ゲームもこれで、まあ、あれそういうことですね、赤間さんも一回行ったの、あ俺ではないですけどね、あ違うんだ、俺ではないですけど、じゃあ当時は店長が行って、まあ店長は、まあ、多分始末書書かされたと思う、そうです、そっからぶっちゃけじゃあ少しちょっと沈静化したの、あだとやめよう、一回全部引きましたよ、やっぱ一回やばいんで、やばいもんね、うん、そうだよね、危ない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 、というわけで、ね、怖い、第8位に移りたいと思います。第9位、アダルトグッズで警察に出頭しました。やばいですね、今日は。すごいな。今日でもあれですよ、都市伝説ですからね。ここで話してる話はね。信じるか信じないか、あなた自体ですからね。ひどいね。個人の数。じゃあ行きますよ、Jゲーム事件簿、第8位。お、じゃじゃん、店員が自由に遅刻案件って、お前これダメじゃねえかよいやーすごいですよね、俺僕ひどい、初めて J ゲーム入って初出勤の時に一人でしたからね、えゲームセンターの芸能人もわからない、はい、右も左にもわからない鬼平くんが今日はよろしくお願いします、誰もいない一応店長いたんですけど、うん、店長は事務所にこもってるだけなんで、うん、仕事の仕方は分からないんですけど、うん、まあ、一応その前に僕ゲーセンで働いてたんで、ああまあなんとなくは分かるよ、なんとなくは分かるんですけど、うん、どの鍵がどの業態の鍵かも分からない、うん、何を普段やるのかも分からない、う
うん、とりあえず雑巾あるから筐体入れとくからっつってえ、で、どうすんだだだだだだ、お客さんが走ってきた。あ、すいません、船員さん、あのコインが詰まったんですけど、この回からこの回からこの回から数百種類ある鍵を全てこのように刺してすいません、ほんと、すいません、俺新人なんでほんとすいません、開いたいう状況であったの。まあ、10ぐらいにもう一人の人来たんですけど、うん、まあ大変でしたね、なんかあれは。お、なんかその昼ぐらいに来たその店員さんがこういや誰だよみたいな言われたら顔はしかわしてそれは良かったです、幸いでした。あ、ごめんねみたいな軽い感じごめんね、あ、悪い悪い悪いっつってそうだそうだ、君今日からだった、悪い悪い悪いっつってうち鍵いっぱいあんだろまあしょうがねえんだよっつって面白いですね、適当だな。これはそういう社税なんですか、フレックスフレックスではないですけど、フレックスではない、決まってるわけですよね。決まってる、決まってる。これダメじゃないですかまあいろいろあるじゃないですか、若い頃。そうですね、一番あの有効活用してた方の加藤さんあ、もう例えばじゃあ一緒に早番入って、うん、で、あれ赤羽さん今日来ねえの、でもシフト表見ると入ってんだ、あ、ピーン電話なったで、GRI 君が出る、悪い、いけねえみたいな、そんな感じですか。それは、あの、ないんですよ、連絡なんてないんです、連絡がない、なるほど。これは何、何緩かったってこと、会社自体の管理が。まあ、まあ放置ですよね、放置、会社的には。ああ、なるほど、お前らは別に自由にやれよと、うん、なるほど。それはじゃあダメだな最低限の売り上げとかだけだけど何も言われない、言われない、なるほど。じゃあそれを有効に活用していた赤間選手というような感じになって、うん、まあ若いですからね、若いから、まあいろいろ、まあ今から10年ぐらい前がまだ下手したら20代だもんね。20代、まあ忙しいよね。忙しいです本当かよまあいろいろある、いろいろありますから、いろいろ、いろいろ。え、オリエ君はこのシステムを有効に活用したことはないの？そうですね、普通にリアルに怪我したりとかしてっていうのはありましたけど、あ、そんな真面目だね。割と真面目な方でした。あれ、でも今日来るはずなのに来ねえって松井さんが来たのは俺覚えてるよ。それ多分ね、俺ちょうどこの怪我をした時なんですけど。あ、怪我の時か。ほんとだ、怪我してる。そうです、あの車輪これ通勤しててこけちゃって、あー、救急車で運ばれてたんですよ。マジか。あ、はい、そのタイミングか。あー、なるほど。じゃあその時だけは連絡もせずに、あ、そうだこのシステムあったっつって乗っかろう乗っかっちゃえみたいな感じでラッキー救急車にも乗っかったということでね。わかりました。とりあえずこの店がどんな店かみんな少しずつ分かってきたかなと思って第一、店員が自由に遅刻&欠勤できる J ゲームでございました。ガッチガチだぜガッチガチだよ。さあ行きますよ、どんなのが出てくるんですかね。大胆ない、お、大胆ない、なんだなんだ、パッ、トイレにあってお客さんにお水がかかる。食事中の方いませんか。飲食店でこんな会話をがなってるのがすごい不思議な状況でございますがこれは、まあ、いわゆるその1階で、まあ、そういうのを散々こう展開してるわけじゃないですか、 JGM としてはこういった感じのものをねそれをもう入手したらいても立ってもいられなくなっちゃうんですかね。そうですね、うん、まあ、たびたび2階3階のトイレの隅っこの方に箱が捨てられてるとかあったんですよ、うん、ちょいちょいあって、ちょいちょいあって、でこれがなぜ、なんでその人たちはそれをわざとわざわざトイレにこうポンってやあっ、もうそう、うん、そういうことですね。あっ、うっ、ってなって、はい、いやみたいな、うん、そういうことです。秋葉原ってそういう街なんですよいやこれね、実はね同じような話がんですよ、あったんですよ実は。あ、いや、やべボーのロケもこういう話がすごく多くて、で先週ね、まあ、TZW さんとね、そういう話どうって言って、いや倫理的にやばいからやめようよって言ってたのがいきなりここで破られるっていう食感だったやっちゃったやっちゃったみたいな感じで、今ちょっと俺これ見て焦ったんですけど、でも、まあ、まあよくある感じで、秋葉といえばっていう感じだよね。秋葉多いよ。秋葉
結構ね、僕これ、うん、勝手に言っちゃいますけど、まあメーカーさんのロケーションとかもあるじゃないですか。結構この問題って今でも苦労してると思いますよ。ああ、ええ、実は変な話、エロ本がいっぱい売ってるわけですよ。まあ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 、まあうん、で、買うじゃん。まあ同人誌とかもいろいろあるけどさ、うん、なんか見ちゃうんだよね。とりあえず買ったもの、ほら、子供、なんかバカなやつってさ、なんか買ったものその場だけじゃビリ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 とか言って、うん、なんかとりあえずゲーセンのトイレで見ようみたいなさ。で、それでムラムラムラってきちゃってで、なんかさっき1回で撮ったし行っちゃうかみたいな感じでやっちゃうんですかね、わかんないですけど、まあ、ところがなぜか置いてある箱はうちの景品じゃないみたいな、うん、あ、持ち込み、基板の持ち込みみたいな感じで、あ、ですね、そういったものも持ち込みを許諾していた JM みたいな感じで、なんですかこれ、詰まって何、お客さんにかかっちゃったの。そうですね、DDR だっけ、ドラムマニアだっけ。ドラムですね、ドラム、トイレの真下にあったんですよ、ドラムマニア。ああ、そうだ。オッケー、ベイベー、タンタンタン、ポタッ、あ、ポタッ、ポタッ、ポタッ、あの、一回のカウンターがそこにあった時もあって、俺も食らったことがあるんですけど、これあ、ちょっと、仕事、事務処理のやつ、ジュバーン、なんだこれはっすみたいな感じ。もう鬼の形相で2階に走っていきますね。完全にこんな感じでドア開けたらいねえよみたいな。ああ、もうすでに、すでにない、あの、犯人は、ヤスはもう逃げているという状況になっていると。流すやつダメだね。だからちょっとここで言っておきます。秋葉原のゲームセンターに行く人たちは、トイレはおしっこをするところです。しっかりしっかりそれを覚えておくようによろしくお願いします。俺はちゃんと持ち帰ったからね。うるせえよ、うるせえよ、うるせえよ、俺はちゃんと持ち帰った。というわけで、トイレに何とかが詰まってお客さんにお世話がかかるでした。じゃあ第6位いきますよ。いやー、どんどんひどくなるね。これ以上の事件が何かあるんでしょうかね。気になりますね。第6位、第6位なんだ。ビルの工事は無資格の外人。イエーイ。これはこれはえ、J ゲームは何、海外版なの。外資系え、外資系外人が作ってるんですか。これはあれですか、な、何、業者が、外人が来るの。まあそうですね。まあまあまあ、なんだなんだ、まあ、言いづらいとこありますよね。あ、若干ね、若干ね、なるほどなるほど。まあ、つまりちょっとあのお店をやっていく上で、うん、まあ、誰かが壁に穴開けちゃったとか、うんうん、あと例えばブレーカーが壊れちゃったとか、はいはいはい、そういう時にマカメさんなり鬼平君が電話するわけですよ、会社に、うん、すいません、ちょっと修理してほしいんですよね、うんうんうん、お願いします。あ、じゃあ業者は送っとくわって会社から、うんうん、本部から電話が返ってくると、うんうん、そして2、3日するともうガーッて自動ドアが開いて青い目の JKM 店員が来られた。オーケー、マイファーザーイズティーチャーズ、おう、サカン、アナ、こんな感じみたいな、こうやって直して帰っていくわけですね。そんな流れですね。シューみたいな感じで、ちょっとあ、オッケーみたいな感じで、まあでもね、あのね、あの JKM さんって、あの実は未だに経営してる会社は存在してます、うん、してます、はい、してるんですよ、うん、それで当時って実はね、そんなに結構ね緩くてですね、うん、こういう外人さんの例えばビザ、就労ビザを取っていないとか、うん、結構資格取ってないけど雇ってる業者っていうのがね、うん、結構いっぱいあってですね、チェックが厳しくなくて、90年代、そうですね、時代ですよ。だから、うん、だから安ければそれでいいじゃんみたいな、金持ちならではの感覚っていうのがあって、うん、なんかそういう時期だったんだな、多分な、うんうんうん、今こんなことやったら殺されますね。殺さされて営業停止ですよ、こ、うん、んなことやったら。あのなんかね、なんか大変なこと、なんかいろいろありましたからね。なんかありましたもんね。あんまりここは突っ込むとですね、本当に刺されてしまう。次行きたいと思います。いいですか。というわけで、第6位、ビルの工事は無資格の外人でございました。ありがとうございます。意外と
いですね。じゃあ5位、5位、まだ展開が早くなる理由がさ、ここで以上踏み込めないやばいだろそれ。第5位、赤間通勤中に職質が遅刻するわ。来ねえわ。来たら来たで職質されてるわ。連絡できるわけないですから、うん、こんなの。でこれなんでですかね。当時だって秋葉って、ああはいはい。ね、そうですね、うん。脅して金取ったりとか、ああそうですね。カツアゲとかそんなんばっかで。やられた。やられた。秋葉。あの当時は。まだあのバスケットコートの近くに、そうそうそう、ああありましたでしょ、駅のところにバスケットコートがあって、あそこに献血ルームがあったんですよ。はいはい、あったあった、小屋が、小屋小屋、あの裏に連れ込まれると実は結構死角になってしまって、はい、それでちょっとデブとかね、うん、ちょっと金持ってたとかがいると、ちょっと来いって言われて、献血ルームの裏で献血もしないのに血流すわけですよ。血は流すわ、金取られるわ、うん、なるほど。そうだから多分それの絡みでしょ。や、やってる方だと思われてたよね。ああはいはいはい、カツアゲする側だと思われてたから、赤間くんが、うん、あーそういえば俺やられた気が、当時はね、当時は黒ずくめの格好とか結構してたから。なるほど、やってたんですね。やってねえだろ、やってねえだろ、やってねえ、やってねえ、確かに上下黒だった。でビール飲みながら出勤してたから当時。ビール遅刻するわ、ビール飲むわ。これね、ちょっとね、これだから秋葉の話になっちゃうんだけど、うん、その秋葉原が、ま、ゲームの街って、うん、90年代の中盤ぐらいから言われるようになって、でだんだん少しずつオタの街になっていく、うん、はいはい、なっていくわけだよね。で、はい、カツアゲとかする不良とかってほら、オタが金持ってなんか買い物来てるっていうのも分かるから、やっぱ張ってんだな。そうなんです、そうなんですよ、さっきの話で。で献血ルーム、ここバレねえぞっつって、で献血ルームの前にカツアゲするチームの声なんか行列できるじゃねえかぐらいの感じで、いや弱そうなやつに、ほんと多かったっすわ。でそれで赤間さんが当時 J ゲームに出勤するとき、警察がお前っつって、いや要はそういうすぐ慢性橋警察署に行くやつとか いるんだろうな。そう、当然当然行きます。どんなやつだったって聞くと、はい、黒ずくめでとかちょっと痩せ型で背が高くて酒臭くて酒臭くてで赤間さんが J ゲーム行くのにこう歩いてると、フラフラと歩いてると、そしたらもう周りからするとお前ちょっと待てとどんだけだよあー面白い。なるほどね、うん、でもあのなんとかのなんとかって事件がほら あったじゃない、殺傷する事件とか、あとほらなんだっけ、メイドさんの営業ほらあチラシ配ってるさ、メイドさんを、はいはい、さこう、うん、ストーキングしてなんか連れ込んで、うん、なんかちょっと変なことしちゃったりとか、そのカツアゲぐらいのがマシな状況ってなってるよね、確かにね、うん、秋葉原怖いもんね今。あの今は下手すると命のやり取りが下手すると発生するので、あの街、うん、だからちょっとね秋葉原のダークサイドの話にちょっと今足片足つあ怖い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 込んでる感じですよね。そういう意味ではね、なるほどね。まあ一応赤間さんのフォローしておくと、その要は欠勤とか遅刻はもしかしたらこれのせいだそうだ、もう連絡できるわけないんだ。そうだね、連絡できないね。そうだよね、しょうがないですよね。しょうがないね、しょうがないですよね。いやもうマセマジ系だったら常連だ常連だね、常連だ真逆なのにね、 J ゲームと鍵の開かない J ゲームの前でカレーパン食ってまってカレーパン来ねえな、あ、10時になったらトライ行こう、トライ入ってトライでゲームやJ おで、TZW が、あ、J ゲームの店員今日もうちでゲームやってんなっつって、わかんないですけど、ちょっと5回も5回も話しかけてくんなくなるまあちょっと今カレーパンで思い立ったんですけど、うん、はい、当時の秋葉原って今ほど飲食店なかったじゃない。ないです、ないです、ね、秋葉原デパートでなんとかで俺もよく生地丼食ってましたけど、あ、やばい、どんなのうまかった。あ、なんだっけ、駅前になんか別に美味しくないんだけどないから、いすずっていうラーメン屋があって、はい、あ、はいはいはい、波と台しかないみたいな、うんうん、なんかただの何でもね、なんか普通の生ラーメン食わされるみたいな、結構そういうところで飯食ってた記憶があるんですけど、あとね
今のヘイの裏側にどんどんがあったの、ね、ありました、ね、あったそう、ああいうとこで食ってたんですけど、みんなどこで飯食ってたんですか。あの、住む近くに神田食堂って今もある、あ、近い降りるの、屋さんが、え、近いじゃない、近い、あの、J ゲームなんか通りのすぐちょっと先にあって、おー、うん、あ、あるいまだにあると思うんですよ。いまだにある、あるあるある、あそこで食ってたの、あそことか行ったりとか、もう僕が昼時になるとチャリンコで上野行ったり、お茶の水行ったりして、いろんな弁当を買ってきたりとかして、うん、あ、まあまあそうだよね、吉野家とか、例えば松屋とかってまだないからね、まあ、どんどんしかないわけだ、うん、だから、あれだよね、そういうとこまで行って弁当買って食ってた。コンビニも行ったすらないもんね。あ、ないっすね。コンビニなかった。昭和通りまで行かないとないっすね。あー、そっか、昭和通りか、 あっち側は少し飲食店あるか、栄えてましたね。そうだね、あっちはなんかビジネス街で、俺、ほら、俺が前にいた GM 商事って会社ファンファン、秋葉原店やってたんで、まあ、あっちの方が結構食べ物屋さん多いなーなんて勝手に思ってたんだけどね、まあ駅の中で駅そば食ったりラーメン食ったり。あ、懐かしい。おあったねー。これ、キジ丼これ。どっからこんな写真見つけたの、あったな。うわ、懐かしい。秋葉原デパートの、1階ですよね。そう、キジ丼と、真ん中だよね。ど真ん中。ど真ん中だね。キジ丼とカツ丼と、なんとか丼ってこういろいろあって、うん、で、一ついくら丼っていうのがあるんだけど、いつも頼むとないって言われる。そんな秋葉原デパートの、丼物屋さんでございましたけどね。途中で生地丼が普通に鶏丼に名前を改定させられてたね。別に生地じゃないですからね、ただの照り焼きチキン丼ですからね。わかりました、まあ、じゃあそんな感じで昼飯を食っていたと。これで赤浜さんの職質の話は濁せと思うということで、じゃあ大丈夫にしてたのかよ。ちょっと待って、冷静になろうよ。ゲームの話が出てこねえじゃん。ゲームの、J ゲームって言ってんのに、なんでゲームの話出てこねえんだよ。第4位、なんだ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 、出るはずのない PS。 あ、出た、1回やるなー。俺さっき説明したの全部台無しじゃねえかよ。景品は800円までしか使っちゃいけないんです。当時のプレステ2ですよね、98年から2000年、うん、4万ぐらいするだろう。4万ぐらいだろう。なんですかこれは、あれですか、またブブトンアタックかなんかに入れてました。あ、そこです、そこです。ベッベベー、そういうことです、ブブトンアタックス。おりゃあったんねみたいな。まあ、あの、いわゆる確率機と呼ばれている機械、皆さんプライズ機でご存知でしょうか。 UFO キャッチャーとかは景品を掴んで、あのウィンフォールに運ぶゲームじゃないですか。そうではなくて、ファンシーリフター、ブブトンアタック、うん、そうですね、まあ、あとソロットールとかね、あの、ただボタンを押して、景品が当たるかどうかっていうのを競う、あ、景品機がある、プライズマシンが当時はあったと、うん、で、それにこう大それたことにですね、当時売れに売れていた、これヤフオクとかも結構詐欺あったらしいんだけど、プレステ2をなんと J ゲームさんは、うん、ドドーンと入れてた、うん、で、これはつまり、これ僕もいろんな、まあ、ロケーションに勤めてた人間なんで、何言ってるのか分かるんですよ。何言ってるか分かる、うん、俺らは分かってる。でもこれ見てる人多分分かんないと思う。出るはずのない PS2 が出てしまい、慌てて買いに走る。もう一度言います、出るはずのない PS2 が出てしまい、慌てて買いに走る。つまり、出るはずのない、つまりだ、そのブブトンアタックに引っかかってたプレステ2は空箱だろ。空箱。おーい、俺数千円入れたぞ。個人的にスタッフ、わからない、お客様、わからないですが、プレステ2を買ったという噂を聞いた瞬間に、お、箱持ってこい、箱と、箱をとにかく持ってこいと、箱なんだよっつって、別に本物中身いらねえから箱なんだよっつって、で、飾っておくと。はぁ、俺すっげえやったよ、あの、ププ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 プってやつだよね、ペッペペペー、真ん中とかがこう、だんだん上がっていくやつだよね、うん、あ、それファンシーリフターだ、あ、ファンシーリフターだ、ファンシーリフター、楽しいよですね。え、俺すっげえ金突っ込んだ記憶があるんだけど、ここまで、うおーと1個じゃんっつって、マイナス3みたいな、あ、そういうことなんだこれ、うん、出るはずがないんだ。いや、まあね、細かいことを言ってしまうと、ファンシーリフターという機械に関しては出ます。
2万円に1個出ます、うん、出ますね。あ、2万円なの。つまり、4万円のプレステ2を2万円に1回出る設定機に入れてしまうというのは赤字なんです。ああ、なるほどなるほど。これを回避するためにはどうすればいいかというとですね、リセットを押すわけです、はい、ブブタンアタックだ。あ、うんうんうん、リセットを押せばいい。いや、あ、あったで、これブブタンアタック、あった、これブブタンアタック、この機械やばい、これあった。なんとディップスイッチの設定でイベント設定というのがございましてですね、うん、はい、絶対に当たらなくてくる。言っていいっすかそれ。はぁ、言っちゃった。絶対に当たらなく。言っちゃっていいのか。今市場に出回って、今のこのピンクレスはこれニューブブトンなんで、今はできない、ね、これはできません、うん、これできません、うん、この真ん中のや部分すげえ見覚えある、うん、まあまあまあ、ブブブーですよ、うん、ブブブー、これ共通ですよね、ずっとね、共通です、ブブブーです。え、俺なんかすげえ頑張ればいつか出るよって言われたよ。あ、でも実際ニューブブトンは出る。これも2万円に1回だったと思います。はい、でもこれの1個前の青い筐体のブブトンアタックはですね、イベント設定というのがディップスイッチでございます。それにするとですね、出ません。出てからは出る設定にしてる。出てからは、うん、俺多分出る前だと思う。バグったから。あ、バグって多分出たんでしょうね。ああ、なるほど。じゃあ俺がやった頃にはもしかしたら本当に出るかもしれないんだ。あれはすごいいい設定にしてました。で、うん、ブブトンって、あのブブトンに限らずこういった確率機って、うん、あのいわゆる完全確率なのか、それとも累積なのか、うん、毎回2万円に1回をリセットされて、そう、確率として計算するのか、うん、それとも純粋に2万円突っ込めば必ず1回出てくるのか、うん、まあ機械によっていろいろ特徴があるんですね、はいはいはい、まあおそらくここで言ってる話っていうのはそれを分かってなかったのかバグってたのかっていうところで、本来は出ないと思って運営していた、まあ、もちろんある程度の売り上げが累積すれば、あ、もう出してもいいよねっていう時期って絶対あるんで、うん、そしたら出そうみたいな感じで、うん、じゃなくて店の信用になるからね、うん、でもなんとまだまだ出してはダメな時期にプレステ2が出てしまったわけです。そして飾ってあるのは空箱です、うん、つまり J ゲーム秋葉原になります。慌ててたらいらっしゃるわけです。となるとやっぱりあの時期だとすぐ隣にあった遊びとシティ、いやあれしかも閉店間際で、あ、じゃあ店やってねえんだ、うん、先週も話しました、2週間前も話しました、秋葉原は当時8時に全てが全てが閉まります、うん、ゲーセンが一番遅くまでやってましたね。そうです、空いてるのはトライと J ゲームだけです。あと新徳セガだけです。え、どうしたの。空いてるのは1店舗だけあって、なんとか変えた。はあ、よかった。じゃあ速攻で買いに走り、買いに両替機から4万円をとりあえず借り、うんうん、すいませんくださいっつって、ちょっと待っててっつって、うん、で渡して事なきを得た。そうです、よかったですねとか言ってる、よかったですねって犯罪ですからもう店がねえからいいよいいよ。いやいやいや、だから最初に言ったじゃない、この今日ここでしてる話はフィクションかもしれないの、うん、あ、そうそうそう、都市伝説の話を俺たちはしてるんです。信じるかどうかはあなた次第、みんな次第なんだ。あと気分を害するようであれば見るなって言ってるんだから、うん、で、僕は個人経営のゲームセンターってすごく真面目になるか、うん、ゲスに走るかやっぱ二択だと思ってるんですよね、うん、だ例えば、うん、2週間前のその TZW さんとした配信がすごい真面目だとしたら、うん、こっちはゲスに振ったっていう感じのでも真面目にゲスだよね、どっちかというと。本気でゲスをやったじゃん、俺たちはゲスを目指すんだみたいな。なんかだってそのアダルトグッズにしても何にしても壮絶な温度差がある今壮絶な温度差がある。すごいね、ま、真面目にゲスを目指してた感じしかないのよ、ね、まあ次行こうかとりあえず。分かったよ分かったよいいじゃない。ここまでなんでちょっとそろそろ。あ、じゃあそうそうはい、 PS2 が出てしまい慌てて買いに走るでした。ありがとうございます。はいはいはい。まあでもね、これね、実は回避方法があるんです。僕も実はすごく下水ゲームセンターに勤めた時期があって、うん、こういう状況っていくらでも経験してるんですよ、うん、ゲームキューブだろうがなんだろうが、いろいろ経験してて、ね、で、こういう時どうするかお客さんに説明します。実はですね、店頭で渡してしまうとですね、いろいろこう法律的に問題が実はありまして、なので後渡しっていうような形を取らさせていただいてるんですよと。そして住所とか全部控えさせてもらって、
送りますっていう。だからこれって別に J ゲームだけの話じゃなくて、当時のそういうまあね、あんま良くないお店はね、いっぱいありましたよ、ね。みんなとんでもないもん買って、こんなそうそうそう、こんなことをいくらでも乗り越えて、普通だったよ。普通普通。当時は普通だった。うん、今こんなことやったら警察飛んできます。当時断片です。はい、いいですね。はい、わかりました。じゃあ太田君ありがとうございます。はい、お前らこれ以上下水話が出てくると思うのよ。そろそろ真面目な話出てくる。いいな。ここからはちょっとまたゲストの方を入れ替えて、ゲストちょっと下から呼んできてもらわないといけない。下水ゲストを。ゲストが入れ替わると真面目な話になるって言ったら俺が下水だけじゃん。間違いねえ。でもね、ブブトンとかね、めっちゃ金入ってたよね。そうでね、入った入ってたよね。景品がすごかったですよね、本当に。あれ、端っこと真ん中でなんか確率が違うとかいろいろなんか聞いた記憶があるんですけど、本当なんですか？ですね、あれは引っ掛けるあの場所がいくつかあるんですけど、はい、例えば、ちょっと忘れちゃったけど、6個あるとしたら6個、はいはいはい、ちゃんと個別に設定できます。あ、そういうことなんですか？個別に設定できます。あ、なので、皆さんよくあの何でしたっけ、あれ郊外の電気屋さんとかにこうポケットリフターっていう機械があって、なんか、DS とかが乗ってたりするじゃないですか。絶対やっちゃダメですよ。出ないですから。あ、2万円突っ込め出るんじゃないですか。2万円突っ込め出ます。2万円突っ込め出るんじゃないですか。だったら買ってください。買った方がいいですか。はい、はい、というわけで、じゃあ第3位に行きたいと思います。第3位、 J ゲームの歴史の第3位ベスト3ついに入りました。なんだ、知らない。ガロー伝説スペシャル盛り上がりすぎ。皆さん気づきましたか？やっとゲームの話ですよ。じゃあさっきね、あの写真もいろいろ見ましたけれどもね、やっぱりガロー伝説スペシャルといえばガロースペースでアキラと、じゃあ天神、やったね。これはなんでガロスペのああいう展開になったんですか？前も前ガロスペの回、うん、まあ、重複しちゃっててもいいと思うんですけど、話しちゃってますけど、うん、たまたまですよ。たまたまマックジャパン、マックジャパン行って、まあ、3万ちょっと予算もらったんで、何買おうかなと、うん、まあ、ガラスペとか新サムとかいろいろあって100円なんですよ。100円100円安い、まあ、ワンコインで元トレーナーと刺してみっかっつって刺してみっかとりあえずみたいな。でも対戦台じゃないとつまんないなということで対戦台2台設置して置いてみた。なるほど、うん、そしたら意外とおやるなみたいな感じ、うん、トライが X だったってっていうのもあるんですよ。あ、X やってもしょうがないんで、うん、じゃあ当時 X でやってた頃流行ってたんでガラスペじゃないですか。ああ、そうかそうか、はい、当時の時代性を考えると、時代性考えちゃガラスペかなと。じゃあ似たようなぐらいお客さんがいるのはなんだ、うん、ガラスペかなみたいな感じで、で値段も100円だし、うん、まあいいかっつってこれだっつって始めたのが発端である、うん、発端です。あれ元々さ J ゲームって、まあ、98年、あれ赤間さんはじゃあ最初の頃からいたんですか、ね、最初からいます。ほぼ JR はいつから入ったんですか。かなり後で2001年2年ぐらいですよね。ああ、その2000年代に入って大会とかやり始めた感じ。もうちょい前ですね。もうちょい前99とかじゃないですね、とかでだと思いますね。だってあの基盤入れてすぐ来たんでしょ。来たんでしょ、うん、あの軍団が、あの人たち、あの軍団が、例の軍団が、例の軍団が。ああ、そうなんだ。じゃあ当時はまだインターネット、あ、もうあったか、インターネットあったけどまだまだ時代ですね。今みたいにツイッターでガロスペ入りましたよってリアルタイム性がない感じだもんね。まあでもどこかで噂を聞きつけて、まあ秋葉原だから目立つしね。たまたまですよ。あ、だって入れた日ですもん。入れた日たまたまだね。じゃあたまたまっす。たまたまガロスペの強いと言われている人たちが、うん、たまたまその日に J ゲームに訪れて、うん、で、なんか盛り上がって、うん、じゃあ大会やろっかみたいな感じで、うん、そうですね、そう流れですね。なるほど。ちなみに、赤間さんとかはガロスペにを入れる前に大会とかってずっとそういうイベントのノウハウとかってあったの？ないっす。ない、いきなり、はい、いきなりっす。マジか、すごいね。とりあえず大会やっかみたいな感じで、うん、そうですね、そんな感じです、流れ的に。で、それでアキラや天神が集まったってこと？うん、そうですね、そうですね。なるほど、なるほど。当時のことをちょっとなんかエピソードある、思い出して。当時、俺あれです、その今基盤入れた次の日に来たっていう、その言っていいのかな、いいよ、マックスっていう人たちが、うん、その人たちと元々あの月1回集まって遊んでたんですよ、はいはい、ボンクラスっていう変な団体があったんですよ、はいはい、月1回の知り合いの音楽スタジオ、リハーサルスタジオってのかな、そこ借りてちょっと遊んでたんですけど、うん、でその流れ、ゲームを、ゲーム遊んでたんですよ。まあ狭いリハーサルスタジオだったんですけど、そこで遊んでてマックスの連中と知り合ってて、
で、まあ、今度大会あるから行こうよって、うん、いう流れでそこ行ったんですよね、うん、で行ったらもう外見がさっき見たあれじゃないですか。え、ああゲス、うん、さっきのまさにあの写真の、うん、え、こことか思って、なるほど、やべえやべえとか来たんです。本当にみたいな。本当にだってもう外でやってるんですもん、なんかゲームを、ゲームを立ってえ立って、あの外のゲーセンに立ってやってるんですよ、こうやって。椅子ねえから、うん、これ面白がって、すげえ真夏の炎天下の中、ヤカマさんが外に出しといたからっつって、うん、開店と同時に行った俺が、じゃあっつって、そうだって、これ天神と多分ベアさんがやってて、やべえっつってで、その天神とベアさんっていう人しか対戦しないんですよ、もう暑いから。ちょっと待って、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 やばい。情報を整理すると、これがこの、うん、今表にまさに出ているこの筐体で遊んでいる人は世の中に世界中に2人しかいないと。そうそうそう、天神と新潟のベア、うん、で、その2人が今ここにいる相性人がいる。これも誰も、こう、そう、これがその時は向かい合わせになってて、はい、でとりあえず炎天下で今日大会だから宣伝してこいっつって赤間さんが言って、わかったっつって出てったんです。すごい炎天下の中で一人で、最初冗談で一人でコンピューターさんやったから、この人がパラッと来て、じゃあ俺も乱入するわって対戦だと、じゃあ動かしてくるわって。この写真さ、多分もう夕方とか午後だと思うんだけど、午前中とかってめちゃくちゃ日が差して、もう超反射してて、こっちは何にも見えない、見えないよね、ゲージすらわからない。最初こう、こっち向いたから見えないから横にしてくれっつって、横にして向かい合わせで対戦をして、なるほどなるほど、やってた。で、アキラがまあフラフラと行ったら、やべえ、なんでこいつら外で戦ってんの、っつって、赤間さん、早すぎましたね、これね。やべやべ。で、階段登ってたら、さっきの変なギースのポスもバーってあったりして本当にやべえゲーセン来たと思ってギースタワーとか、いらっしゃいとか言って、来ちゃったよと思って情報を整理しよう、情報を整理しようつまり、赤間さんが、おお、なんかお前3万ぐらい渡すから、うん、なんか盛り上げてくれよ、なんか好きなの買っていいよ、キーマンっつって、3万で、で500円じゃんっつって、うん、ガロスペ買ったと、で、持って帰って、うん、で、たまたまうまい集団マックスと言われるチームたちが集まって、じゃあ大会とかやってくださいみたいな感じで赤間さんに相談する、分かった、じゃあやるよっつって、ジェイコにギースのポップを書かせる、で窓ガラスに貼る、それを見たジアラが面接に来る、で大会の日を迎えた、外に置け、意味わからない指示、そしてやる二人がここにいた、そこにアキラが居合わせた、もうこの写真の連写と一緒じゃん、そうと思って、え、これでやんのってワンちゃん思いましたから、ここと思って、あ、やる、じゃあ、わかったわかった、帝でやろう、夏やろう、外でやろう、外すごい光反射するとき、そう、外でやろう、夏フェスだよ、夏フェス、夏ガロスペ大会、外夏フェス、外でやろう、夏フェスやりましょう、外でやろう、夏フェスやりますか、だからさ、早いっすよ、だから今なんですよ、今、今やろう、今なんだな、いろんな人が、いろんな人が見てきたし、外人、中国人とかが、その CD 売ってる中国人さんたちが俺の人でこうやって見てるんですよ、何をしてるのかなみたいな、 CD 売ってるとお前この隣の駐車場でいつもいたんだよ、この隣の駐車場のところに、露天広げてる売ってた売ってた、怪しいのが、 Windows94 とか94とかキングオブファイターズかよっていう、そう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 とかを全然あったそうそうそう、それも見てやべえじゃねえかって思っちゃう、そうあったあった Windows94 を今見たいよね、なんで買っとかなかったんだろう、持ってる方はぜひミカドまでメガドライブのバーチャファイター 2VS 鉄拳2とか売ってんだよね、そうそうそう、 Windows94 いっぱいあったね、怪しいやつが、あのソニーピックとマリオ混ぜたソマリーとか売ってたんだよ当時は、正式ライセンス、オフィスって書いて正式ライセンス20歳で消してあるんですよで、それが300円のオフィスがこんな山積みになってて、あその中国人がこうやって2人でやってると後ろから何やってんの、何してんのかなみたいな、もうすぐ隣だもんな、そうそう、これうるせえなと思って、建物がある頃かな、これ、なくなって駐車場になって、そう、あるね、まだこの頃ね、あるね、なんか屋根があるもん、屋根あるね、動かしても大音量なんでめちゃくちゃすげえでかかったじゃん、スピーカーもガンガンでさ、スピーカーがついてないんですけど、なんか外に音出るようになってる、うん、そうそうそう、こっちか、遠くからはもう、デンデデデンデデデデ、最後の方さ、だって4階のガロスペのとこから音つないで、ライブもライブを全部繋いで、今対戦やってるのが見えるよね、1回で全部繋いでた、4回まで誰もいなかったらダメだから、赤間さん的にはそのいろいろ強いやつが集まってきた、うん、で結構まあ運営には協力してくれるっていうところで、うん、あ、これチャンスだなっていう感覚があったんだよね、
でそれで、まあ、ポップもじゃあこれガンと、まあ、向こうも X、うん、トライも X を押してるし、じゃあうちガロスペで行っちゃうかみたいな感じな、うん、その流れです流れだったんだね、うん、といいっすか、はい、これ八丁堀選手から今指摘が入りましたが何ですか。これガロスペの聖地って書いてあるんですよ、うん、はいはい、あの2階のところ、2階ありますね、はい、でこっち大江戸捜査も大事大江戸捜査も大好きなんですか。こんだけはまだ聖地じゃないのかじゃこれ。なんだ。いやでもガラスペだよこれ全部。ガラスペだよ。ガラスペ関係だよ。やばいだろこれ。え？書いてあるのか。ガラスペの聖地。今俺話まとめたつもりだったんですけど。確かに聖地書いてある。伝説の聖地。これに俺たちは。伝説の聖地書いてある。J ゲームはこれから押していくんだみたいな感じでこうやっていっていく。で、八丁もう一回見せてもらっていいですか。で、2階、ガロスペの聖地なりって書いてある。ガロスペの聖地なり、書いてあるよ、うんうん、2階に、窓ガラス。そしたら大江戸捜査網大好き。大江戸捜査網大好き。なんでもいいじゃん。なんでもいいのこれは大江戸捜査網なんか関係あるの、JK。なんだろうな。これな、なん前の日に見たんだろう、誰か。あれ覚えてないよね。ジェイコンは見たんじゃないですか、だから。可能性はあるね。これも何ジェイコちゃん書いてたのこれ、うん、たうん、あそうそうそう、ジェイコちゃん前の日見ちゃったんだ、おいそうそう見ちゃったんだね、面白いな要するに、J ゲームのこの手のポップって、はい、要は店員の脳内がただアウトプットされてただけ、今の気持ちが多分書いてた、今の気持ち、まあツイッターで何となくつぶやきみたいなもんですよ、でかいつぶやきひどい常に先行ってんなツイッターより早いからね、あの秋葉原のあの、まあ一等地ですよ、そうそうそう一等地で今は UDX がある目の前の場所です、そうそうそう山手線からも見える、うん、そこで私のつぶやきをアピっていくスタイル店員さんが腹減ったとか多分いっぱいここにもあるんでしょうね、うん、なるほどねだるいとか、ね、だるいとか帰りたいとかとか誰だよ冷たいやつ、ね、多分いっぱいあると思う、まあ、そういう実は掲示板的なねいわゆるあのアルタ、そうそうアルタと同じですね、うん、あれを手書きでやっていたみたいな、うん、ガロスペの話どこ行ったんだろうっていう話なんですけど実際ガロスペはインカム良かったんですよね、盛り上がったし大会も毎回100人ぐらいだって1日でプラスだしね、とりあえずね、まあ、100円だし、うん、一番入って月18万ぐらい、18万9の、これはかなりあれ1回50円だった100円でしたね、100円、あ、100円 あの頃はまだ100円でもゲーム、まあ、秋葉をやってくれる時代だったもんね、うん、あれずっと100円だったっけ、いや、後で50円、あ、そうだよね、後半、うん、そうだそうだ、そうだ、後半50円のゲーセンになってた、うん、最初の頃100円だったんだけど、なんか100円入れたら、あれ入んねんなと思って、あ、50円になってる、そうそう、途中で確か、まあ、あの台東さんができてから、あ、そうだよね、ヘイさんができて、あ、そう、2002年だったかな、あ、ちょっとずれてた、ごめん、もうちょっと後か、2003年ですよね、多分、あの頃ですね、1年2001年だっけ、1年か、2001年、あ、うん、そう、ちょうどバーチャ4と鉄拳4とカプコン VSSNK2 が出たあたりで、出てるちょっと前かにヘイさんができて、結構ヘイさんが最初メダルコーナーとかあってさ、2階にで結構迷走してて全然客いなかったんだけど、突然なんかビデオボカーって入れ始めて、そっからドゥワーってヘイさんがブワーって盛り上がってて、それで危機感を感じて、じゃあ俺たちは50円だみたいな感じで、まあ、かぶせられてましたから、ね、だってそうそう、海にガロスペアってトライと、まあ、うちと炭焼けしてた部分が向こうはいいところでやりやがったから、そうですね、あの頃えげつないって言っちゃいそうかもしれないけど、結構トライさんも結構苦戦したと思いますよ、ダライアスが置いてあるのはトライさんだけだったけど、ヘイにもダライアスポンポン、忍者オリアス、まあ、グラディウスコーナーとか、とかね、だから結構外敵が現れたわけですね、うん、そうですね、そこから J ゲームの方向性が少しずつ変わっていくと、うん、おもうつぶやきやめろみたいな大江戸捜査網とかもうやめろ、鬼平犯科長とかいいか、聖地で行くぞやめろ、聖地一丁し野郎のことだけで行くぞみたいな感じで変わっていったわけですね、まあ、そう考えると面白いですね、でさ、まあ、例えばそこにいる野獣くんもそうだし、あのトラ君もそうだし、なんかあれだよ、ベア君もそうだし、天神アキラっつってさ、まあ、GRI もそうか、要は
今帝に集まってる人ってそうです、ね、どっかで J ゲームを、うん、まあ大体、うんうん、まあ今日来たけどガローボーイ、与作君ももちろんいましたしね、与作君と初めて会ったのはここですもん、J ゲーム、ね、J ゲームで、うん、なんか与作君の思い出話与作君の思い出話は大会で あの実況してる赤間さんがいきなりこいつつまんねえな、死なねえかなって会ったこともねえやつをだからボサッとですよ、これ死なねえかな、でもマイク持ってるんですよ、だからそこに全部聞こえちゃうからね、結構人がいたから前の方とか体育座りで後ろの方も見てる、結構の人数がみんなして与作君死ねえ与作君死ねえっていうのが恒例になっちゃって、うん、なるほど、そう次来たら与作君死ねえ、うん、でも与作君はああいう性格だから多分あ、今俺すごい生きてる感じするみたいな感じ、最後勝ってこうやってくるんですよ、与作死ねって死ねって手を振りながらもっと言ってみたいな感じでね、与作にとってはそれがプラスだったってことね、おそらく勝手なこと言ってますけどねマジ喜んでるからね、喜んでるからね、かまってくれて喜んでるし、まあだからその前回のさ帝学園でも若干重複した話になっちゃうんだけれども、だからその J ゲームで、うん、あのやった大会であったりその対戦してきた歴史っていうのが、まあ、割とその画廊伝説スペシャルっていうゲームの攻略を進めたんじゃないかなっていう一面が側面が、まあモアとかいろんなヘイとか、まあ、いろんな店や行ったとは思うんだけど、さっきの柏の D1 とかもそうなんだけどさ、まあ結構 J ゲームが画廊伝説スペシャルいまだに、まあ、7月18日に世界大会、あ、19日に世界大会あるけど、そうやって活性化させた意味では非常にここは貴重なというか歴史上重要なポイントだよね、いい話だな、いい話だな、鬼平犯科帳面白い以外は、うん、いいわ、盛り上がりすぎ、大会やって最初もすごいやと思うけど2on 2やった時が一番やばくて、あれ100人は絶対超えて100万人か来てる、だって2 on 2で5、60チームぐらい来たんですよ、狭いところに、で入れなくて2階で待機とか、2階で待機、ね、でまた天神君とベア君が外出たあそこ空いてるからね、絶対空いてんだ、2オン2で上上がれないから確かやってた、やってたやってた、で誰外でちょっとやりたがり、トワさんとかちょっとやりたがりな顔するんだけど暑いじゃないですか、うん、みんな上がってちゃうんですよ、うん、両替してくるわって帰ってこないんですよね、なるほど、ね、で2人でずっとね、俺当時土木作業員だったからそういう暑いの慣れてたんで、ああ別に外でもガロスペ急でタンクトップ1枚の、で当時グラサンかけたやつと俺がサムエとか来て、その機嫌悪そうにタバコ吸いながらこうやって対戦して、なんでもああでもねこうでもねって言いたいのこれで宣伝してるわ、やばいそんな2人が外で対戦してるゲーセンに誰が入るんだって完全にあのもうヤクザでしたよ、でさっきねその話をしてでも天神がボソッと言ったんだよ、でも俺アキラさん怖くて話できなかったですね、なんだお前らアキラさんはなんかこうあんまり人とあんまり話さないなんか、そうそう、俺ちょっとシャイだったからシャイだ中継時中継時だったで対戦すると強いしみたいな、あんまりさ、当時俺話してなかったんですよ、そんなに、うん、そうだね、だけあれ、うん、マックスとの付き合いもあったっけ、あれでしょ、あの対戦で語るみたいな、そんな感じ、そうそう、いや、全くなかったけど、あ、そうなの、いや、でもそういうイメージだったね、イメージはついてるね、だからそういうイメージだね、俺あんま話さなかったし、そうそうそう、なんでね、勘違いなんだよ、勘違い、勘違い、うんうん、話すようになったのだからもう ATS するくらいからだからね、 ATS の最後終わった後に J ゲームが常連来いよ飲ましてやるよっつって言って朝までバカみたいに飲んでその時ぐらいから話すよ、あ、うん、そうですね、それはもうその頃もう東京から離れてたんで、あ、だから本当アキラと仲良くなって遊ぶようになったの本当つい最近うん、ああ、ね、そうですね、うん、あれさ どうなの、そのまあこういう話ちょっとヒエラルキー的な話になっちゃうかもしれないけど、やっぱアキラって当時から強かった、うん、優勝してるんだったら、ガロボさんは多分一番勝ってたと思う、ガロボ当時はね、印象は強い、うんうん、強いね、でも、俺の中の印象だと今ほど強かった、今俺とか予作とかも勝ってたよね、あ、だから、うん、まあアキラも当時は強かったけれども、うん、今はもっと強いってことやっぱり、あ、まあ、ガラボさんとか今カスだから、ね、カスガラボさん、なんだね、弱くなったの、分かんない、あ、じゃあガラボはガロスペ意外と弱くなったというか、当時の方が全然強かった、雑だよね、雑だよね、年取ったんだ、多分年取った雑だよね、なんか見ててあれだね、ちょっとだってそのガロスペの大会、今優勝したのガロボさんって言ったじゃないですか、うん、ガロスペの大会で優勝とか入賞の商品がエロ DVD と、当時エロビデオか、エロビデオとで、
ガルボさんいっぱい優勝してってことは、うん、めちゃくちゃ持って帰ってる。多分ね、一番 J ゲームから持って帰ってるよね。一番ダントツだね。一番 J ゲームの不良在庫を持って帰った。持って帰った。なるほどね。あのプレイランキングを作ってくれたキャラから言われたんですよ。本当にちょっと作んなかったんですけどね。うん、それも面白いかなと思った。うんうん、1位が、あの理由がもう、AV 持ってった数でガロボさん。実績だ、実績だね。ポイント、まあ、ポイントからすると AV の本数がポイントになる。ポイントですね。その数字的に一番多いのは誰だってなった時に、ガロボ。ダントツですね。ダントツだね。でも、すごかったよね。一回だって、あの、すごいあの狭い階段失礼しがって、向こうからガロボさんが来て、でっかい紙袋にいっぱいのエロ DV 持って、パンパン。大平君、じゃあ帰ろうわって言って、おすげえな持ってる。お前それ全部見んのかっていう。え、ガロボさんその中で誰か好きな人とかいんのってバーって言って、うん、これかなーっつって。小敷ゆかりって書いてある。リアルな話すると及川直樹。これかなって及川直樹って書いてある。あ、それが好きなんだっつって。及川直樹って特撮です。出てた。なんだっけ、なんか前出てましたね。特撮で怪我して、ああやって出てる。そうだよね。そうなるほどね。好き似てましたね。わかりました。とりあえず一番エロビデオを持って帰ったのはガルボーっていうことで、皆さんに、ここで 念押ししていきたいと。エロビデオだと俺もいろいろと話があって、うん、俺の話じゃないんですけど、ガロスペ勢で一人いるんですよ、そういつ持ってるやつが。はい。これ言っていいの？イルパリオ君ってやつがいるんですけど、はい、その子が、まあ、キムとかアンディとか使ってたんですけど、その時ね、優勝者には多分2位か3位ぐらいに入ったんですよ。で、まあ、やっぱりこうドサッと渡されるわけですよ。で、あ、じゃあリアさんちょっとこの後予定あるから帰りますわって言って、あ、じゃあまたねって普通にその時は終わったんですよ、うん、で、後日また別の時に会ったんですよ、うん、そしたら、いや、アキラさん、あの時、あの後僕先帰ったじゃないですか、あの大変だったんですよって言い始めて、うん、え、どうしたのって言ったら、あの後用事あるって言って僕帰ったんですけど、あれ、ときめものコンサート行ったんですよって突然言ってときめきメモリアル2のコンサート行くんですよ、行ったんですよ、あ、そうなんだ、何が大変だったのって言ったら、いや、行ったんですけど荷物検査があって、出会いしまし熱い、熱い、と思ったりと仕方ないからこう見せて、順番来たから見せてって言ったら、あいつ、あ、じゃあ見ますねってガバッと開いた瞬間に、ってなんでお前そんなに持ってんの。だって向こうからしたら受け付けで荷物チェックして、これがときめもんのコンサートですよ。で、見たらエロ DVD 数十本とやつがこれから入ろうとしてる。超危険人物じゃないですか。えぇーっつって、それ、え、で入れたの？うん、入れました。入れちゃまずいだろって話。J ゲームは罪だね。だからそれはもう赤間さんの仕込んだネタだよね。ネタですね。くらえと、もうくらえと、完全にね、やらかす人生の厳しさ。そうそうそう、教えといてやる。でも先生入れたらしいですから、ね、入れたから、まあよかったよかったよかった、ネタだよ、よかったよ、ネタ、ネタに話せる人間ですからね、よかったですね。小学の根源ですか、うん、あれひどかったね。なんか閉店するギリギリまでガロスペ大会やったんでしょ。あ、そうですそうですそうです、うん、やってましたよ。だって閉店だ、急に決まったぐらい、あ、急に決まってますね、なかったぐらい、うん、唐突にって。で、これブログなんだけど、確かね、土日かなんかで2日でやろうって言って連チャンでやったんだよね、うん、内容も覚えないで、うん、で、すげえ盛り上がって、うん、もう一日やるかとか言って、そうだよね、やっぱりそう、うん、2日 やるぜっつって盛り上がって、もう一日やろうっつって、うん、平日だぞみたいな感じで確かやったんだよね。そうそう、で一応それが最後の最後なんで、確か、うん、で全部フリープレイしたしね。そうそう、全部もう好きやっつって、どうでもいいからいいから、すげえ覚えてるよ、あれ、いろいろやったの、あれなの、キャラランダム大会とかさ、あ、だってだからそういう意味ではさ、そのまあ、今まで3位までろくな話はしてきてないんだけど、ゲーム関連でもちゃんと礎は築いてるゲーセンだったのかなって気はするけどね、うん、そういう意味ではね。 GRI 君とかも当時からローレスかさ、そうですね、あれで荒れ込んでて、うん、と下にいるトラさんとか野獣くんとかも当時から J ゲーム、野獣先輩は当時やってた。ガロスペじゃないんですよ。ガロスペじゃないんですか。あ、また違うやつ、違うんですよ。あ、じゃあこれ出てくるかもしれない、出てくるかもしれない、なるほどね、わかりました。じゃあ、今ミカドでガロスペ始めた人、ミカド勢いっぱいいると思うんですけど、すべては J ゲームが起源であると、ここで聖地ですからね、聖地ですからね、ここで熱く、認知させておきたいかなというところと、ガロスペ強くなりたかったら、うん、家の窓の外に大江戸総様を大事に潰
ぶやくとこから始めた。つぶやくところからね。というわけでね、J ゲームの。こんな張り紙がたくさんあったっていう。まあ J ゲームの意思は帝が引き継いだということでね。画廊伝説スペシャル、ますますのますますの盛り上がり、期待したいかなと。というわけで第3位、画廊伝説スペシャル盛り上がりすぎでした。ありがとうございます。やっと2位だよ。あと2つですよ、皆さん。大丈夫か、ついてきてるか、大丈夫か。もうね、3人ぐらいしか見てねえんじゃないかなと思って、もう俺は心配で心配しまないですけどね。240人の J ゲームファンのみんな、ありがとう。何人も見てんの。200人も見てるの。じゃあいくぞ。第2位、なんだーなんだーバッバーチャ大会に200人実はバーチャも盛り上がってたじゃあちょっとゲストを公開してバーチャ勢に変わりたいと思います。じゃあ先ほど野獣先輩がちょっといいフリをしてくれたので、ゲスト野獣先輩とジョニキでーす。はい、バーチャはシリーズでいうところとバーチャ4ですね。バーチャ4、はい、無印の4ですね。無印4、うん、これが何、J ゲームに200人も集まったの大会に。そうですね、まあ、その200人集まったっていうのもちょっとからくりがありまして、まあ、優勝商品が、まあ、当時 の出たばっかりの PS2 とか、うん、うん、えげつないね、相変わらずこれもちょっと裏がありまして、まあ、別に J ゲームから出資されたわけじゃないんですね、うん、ああ、なるほど。そう、なんでそのバーチャの大会を開くことになったかっていうと、まあ、うん、僕とですね、もう一人は幼馴染の友達がいまして、うん、まあ、その彼が、J ゲーム その親会社関連のお店でバイトをしてまして、うんうん、学生時代に、うん、はい、そのつてで、ちょっとバーチャの大会やりたいよなってなって、うん、ああ、なるほど、なるほど。それで、赤間さんにJ ゲーム貸してくんねえかなって、うん、なるほどね。あれサイトのここじゃない。で最初はなんかサイトなの。あ、最初は、ね、うん、オーバーウェイトっていう、うん、まあ、バーチャーの攻略の掲示板みたいなのを そいつが作ってて、うん、それですごい、盛り上がって、そこで大会をやろうっていう話になって。なるほどね。じゃあ言い方は悪いんだけど、何にも考えていない J ゲーム運営に対し上から行ったんだね。親会社を使ってバーチャをねじ込んでいく。なるほど。まあ、上から行ったっていうか、まあ、なんかその赤間さんもバーチャをやってらっしゃった。まあ、赤間さんもバーチャうまいのは、うん、ランキングバトル見ていただければ。やってらっしゃったんで、そこでね、まあ、乗り気になってやってくれるかなと、うん。ああ、なるほどね。うん、そしたら、まあ、赤間さんがOKだよっていう感じで。むしろなんかもう勝手にやってくれみたいな。むしろ勝手にやれよと。知ったこっちゃねえよと。うん、俺は職質だよと。なるほど、なるほど。そんで初めて見たと。そうですね、それ、まあ、2回開催してるんで、うん、2回やってますね、うん、で第1回目が、うん、シングル戦ですね、うん、2回目がタッグ、タッグ戦、ツーオンツー。ハッチョ、なんか資料見せれる？大丈夫？当時のバーチャー、J ゲームのバーチャー大会の資料がなんかジョニー君から実は提供がありましてですね、あったりなかったりって。あ、そうですね、これこれツーオンツーですね。何これ、優勝チビタ。そうですね、あ、キシンだったんだ。キシンさん。もうこれ多分時効だ。お、大丈夫かな。ハクション選手が準優勝。そうですね、もう今これ全部バーチャルですね。ええ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、これめっちゃガチトーナメントじゃん。世界大会じゃん、これ。集まっちゃったね。集まっちゃったね。マジでJ ゲーム、J ゲームだよね。J ゲームですよ。J ゲームだよね。J ゲーム半端ねえよ。そう、開催前にチビタから電話かかってきたんでしょ。え、そうかかってきた。本当かよ。え、マスクでしょ。マスクさんでしょ。そうですね。エド。あまりやばそう、やばた。エド、やばた。やばた。お。すげえじゃんこのメンツ。だってゲリラとか出てんじゃん。あ、嵐くんとか。出てますね。大抜きもいるし。大抜き、あ、大抜きくん、まあ、そっか、ほうやってたもんね。大抜きくん。本当だ。
なんだよお前ら、 J ゲーム言ってんじゃん全員J ゲームのジェの字も言ってなかったくせに。でも実際その有名プレイヤーやっぱこうたくさん参加していただいたんですけど、やっぱ来てみたら本当にここのゲーセンでやるのみたいな。そうだな、ちびなんかあるけど、うん、ここ大丈夫なのみたいな感じでちびった入ったらだよ、ギースギースギースとかいたけど、ここ大丈夫だろみたいな感じ。外やたらガロスペ押しだし、ばあちゃだよね、ばあちゃだよねみたいな感じ。お江戸総様って書いてあったよ。そんな感じで。マジか。そんなところに200人も入っちゃったもんだから、まあ、入んないんですけどね。入んないですね。入んないです。でチビタが外でやってるわけですね、ばあちゃん。まあ、その時は外の筐体は稼働してなくて、もうでこれ実はさ、さっき細かい話聞いたんだけど、なんか当時バーチャ4って買うとね、筐体売りで120万ぐらいしたのよ、まあそんなもんですね。ネットも繋がないといけんかったんで、うん、まあ課金が5円ぐらいだったかな、うん、結構ね、ワンプレイ100円のお店が多かったんだけど、 J ゲームいきなり50円で50円出てましたね。だからね、結構ね、普段からね、お、50円だこうって、50円の店自体を目指した。だから結構バーチャー勢が集まってるのは僕も実は見て知ってた当時。うん、当時はね、2001年だもんね。そうですね。そうだね。で、僕秋葉原のファンファン あの運営やってた GM 所持っていう会社にいたんで、うん、秋葉原のファンもバーチャー4買ってたんでね、うん、で料金設定見なきゃ、当時ってあの他の競合してるお店こう見回るみたいなルーティングワークがあったんですよ、うんうん。で、J ゲームずっと見てなかったんですけど、さすがにバーチャー4だったって見に行ったら、おお、50円だよ、おいと思ってちょっとびっくりした記憶が実はあったりして。そうなんだよね。カードなしでしたからね、最初。まあ最初はね、カードなし、カードリーダーで、あの段位とか、イングレームとか設定できるようになってるじゃないですか、うん、そのカードが使えないんですよね、うまく伝えられなかった。カードなしのバーチャーって売ってんすか。まあまあまあ、海外版ですね。やっぱ海外版ですね。ちょっと待って海外版のバーチャー方があること自体俺は今知ったのと、あとどうやって当時海外版のバーチャー方買ったんだよっていう、それは分かんないっす。マジで。いやだって海外版の方が安いでしょ。だって安いです。そうだよね、うん、でバーチャー4って買うのに100万かかるわけだ、うん、俺だったら海外版買うよ、うん、そういうことです、そういうことです、そういうことです。そういうこと。簡単に言うとそういうこと。すごいって言えば悪だからね。すげーな、ものすごいコネクションだ。ものすごいコネクションだね。当時取引してた会社の名前とか覚えてます。覚えてないですけど。覚えてない、うん、ああまあそうだよね、うん、まあ店長がどこから、まあ店長がまあ基盤屋といろいろあって海外版がいけてるよ、うん、まあ安いし、これやったらまあ50円で。多分虫格の外人が海外版だよ。安いよ高いじゃない。安いよ高いじゃないって。なるほどね、まあ、そんなのがあって50円でできたっていうのもあるわけですよね。なるほどね。じゃああれか、じゃあジョニキとか野獣先輩は、まあ、どっちかというとこうバーチャー4といえば J ゲームみたいな。大会の時だけですね。ああ普段は特に、ね、大会の時だけ場所貸してくれみたいな感じで。ああいいように使ってたわけですね。でもさ、実際さ、今ミカドでさ、まあ、アキラとか天神もそうだし、ベア君とかみんな太美田君もそうなんだけどさ、なぜこう今ミカドに J ゲームのに通ってた連中がこう集まるのかみたいな、会った時って申し合わせたように会ったんですかみんな。そうですね、だからあの赤間さんと再会したのもミカド。まあそうっす、いたーみたいな感じで、うん、僕らは最初にガロスの大会があるからじゃあ行こうぜって言ったんですよ。ガロスペに出てたんだけど、そこで赤間さんと再会して、うん、なるほど。でこいついなかったから赤間さんいたよ、まあ、当時店員 Y さんです、うん、Y さんいたんだけど、ちょっと話しかけたら最初忘れてたんですけど、うん、最初忘れてた思い出してくれて、ああ、14年ぶりぐらい。なるほど、まあ、そうですね、お前かみたいな感じで、うん、じゃあある種ミカドが
同窓会みたいな状況になって今に至るみたいな感じでね。いやだから僕ももともと J ゲームでやっててとか言って、おーちょっと待ってちょっと待って J ゲームでしょみたいな感じで話聞いてるとさ、面白い話いっぱい出てくるんだよね。本当に2週間前の TZW 君のトライの真面目な話が綺麗ごとに聞けられるようないや、これはフィクションかもしれませんけど、都市伝説かも。面白い話がいっぱい出てくるわけですよ。ではなんか一つなんか J ゲームはやっぱり早すぎたなっていうのをすごくその時に感じたんですよね。あの今のソーシャルのネットワークが整ってる状況で、もし J ゲームがあの秋葉のあの位置で存在していたらガラッと実は変わったんじゃないかなって思いながらも、前も同じ話だと思うんですけど思ってたりするんですけどね。じゃあバーチャ4がじゃあ大人気だったと。まあそうですね。ね、なるほどね。大会のね、うん、CD とか、ね、やばかったよ。やばかったよ。そのさっきあの八丁さんが見せてくれたあの、うん、トーナメント表なんですけど、うん、あの CD をですね、あの僕らわざわざあの作りまして、うん、その地方でなんか見れない人たちに、うんうん、あまあ当時は動画配信もないもんね、通販をしてた。うんうん、ちょっとあのアコギな商売をしてます。悪い話だよね、ここから先はね、うん、今話題の悪い話だね。悪い話だよ。そこからあの優勝商品とかを、うん、あ捻出して、やってた感じ。 Xbox だっけ、うん、1回目がね、2回目が Xbox かな。そうだね、うん、1回目がプレステ2で、でビニール袋、それはあの準優勝の商品で、あそうか、準優勝の商品が、まあ、その J ゲームの親会社さんの方で、うん、あの不要になった展示品の展示品のドリームキャストなんです、はい、うん、それを裸のままビニール袋に入れて生まれたままの姿で生まれたままのドリームキャスト、電源ケーブルもなく、コントローラーと本体だけ入っていらねえね、そう、その時あのジョーさんっていう人があの準優勝だったんですけど、なるほど、開けてみてなんだこれって言って正しいリアクション、うん、正しいよね、正しいリアクション、買うのこれケーブルはってそうですみたいな感じですいませんこれだけですなるほどね、もらえればいいじゃないですかと、普通のゲームセンターじゃもらえませんよと言ってそこは納得していただいたみたいな感じで、悪い話ばっかりだよ本当にねまあバーチャー4ね、この時は無印、エボまでは行かない、エボの手前ですね、手前で無印、はい、うん、ちょうどね、2001年に第1回だっけ、2001年末で、ね、そんなもんね、2on2 はちょっとバージョン C で、バージョン C だ、そうそう、バージョン C 取り替えて、で、バージョン C だ、で、海外、その時は海外版でしたっけ、あれは日本版っすよ、うん、バージョン C は、バージョン C はね、まあ、急いで買ったわけですね、うん、急いでしまう、これはいけるぞと、うん、でもあれですよね、チェックしに来ましたよね、朝9時に来いって、9時に来い、逆に逆に9時に来いと、バージョン自分は遅刻欠勤を言うなるほど、そしてあの当日、まあ当日そのアップデートだから、うん、アップデートをやってる、あのできてるかどうか確かめろです、ね、うん、確かめてます、うん、朝9時に、うん、なるほど、で、まあ、あの赤間さん、赤間さん大丈夫です、そうか、じゃあ俺は飲み行ってくるぞ、大会とかやべえな、あー、これですね、これこれですね、まあ、こんな感じで動画が当時から作られていたと。これ何 VHS で撮ったの？これは、ね、当時はビデオですね、ビデオです、当時は。そうですか、じゃあこれがいわゆるそのオールスター的な第2回の動画。そうですね、第2回ですね、これ称号出てるんで、あ、本当？あ、すげえな。じゃあこれはですね、後でジョニキの名義であの YouTube に上げたいと思いますまずゆっくりチビタあの優勝するまでの奇跡をね、見ていただければな。負けそうになって、うん、僕の友達が勝つのね、あ、うん、そうで、みんな負けろって思ってたんです、うん、DVD が売れなくなっちゃうだから、あのなるほど、チビタタン勝ってくれ、そうね、なるほど ね、まあ、ね、お前負けろみたいな感じ、勝たせていただいたみたいな、チビタ J ゲームに立つっていうあの動画のファイル名にしていただいて、そう、チビタも来たんだ J ゲームというような感じでね、そう、なんかチビタ危うしみたいな予告動画作ってやってたもんね、そう、作って、はい、この続きは1500円みたいな、そうお前らアコギだ、見るな悪いな、お前ら悪いな、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 で、夜な夜な焼いて、焼き上がって起きて焼いてたんですよ、そうね、ずっと4人で間に合わなくなって業者頼んだ、ね、頼んだねプレス業者だったんですか、ダメだこれ、いやもう注文やばくて間に合わない、信じるか信じないかがあなた次第ということでね、じゃあ分かりました、で、今度ね、あのミカドでもね、バーチャー4の大会久しぶりに、エボですけどね、うん、やりたいと思いますんでね、どうかじゃあ野獣先輩とジョニキ、J ゲーム魂でチビタも誘ってみます、はい、あの優勝してください
チーム J ゲームで優勝していただければなと思いますけどね。わかりました。じゃあ第2位包丁大会に200人でした。ありがとうございました。皆さん第1位ですよ。アキラとかいた方がいいのかな、うん、皆さん第1位ですよ。最後ですよ。ついに第1位やっと終わりますよ、この配信は。一体何かな、一体何かな、長かった、何かな、話していいことかな、話していいことかな。なんだろう、トイレの次は違うところかな。どこでしょうか、何でしょうか。じゃあ行きます、最後、J ゲーム、10ゲーム第1位なんだ、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 バッヘッデー。閉店しちゃった。ついに俺らの JGM がいろんなデータを残したゲームセンターを皆さんに報告しておきたいことがあります。J ゲームが閉店しました。マジか、マジで2004年の9月、まあそんぐらいですね。そんぐらいか、うん、ぐらいですね。あんまりちゃんと覚えてないけど、ちゃんと俺も覚えてない、覚えてない、みんな覚えてない、覚えてない。2004年の9月、あれなんで閉店しちゃったんですか。まあ、こんなことやってりゃするよねって話なんですけど、まあ、まあ、なん売り上げ落ちてきたのもありますし、まあ、換金所の話ですね。換金所が結構でかい額で借りてくれると、これは売り上げを超えるぞ。そう、そういうことですね。そういうことですね。やめようかみたいな。結構やばいそういう流れです、そういう流れです。なるほどね、うん、分かりやすいね。実はですね、当時は万世橋の方にはパチンコ屋あったかもしれないんですけど、あの電気街の方にパチンコ屋ってほぼほぼなかった。なかったですね。でしかもね、そもそも風俗営業店が営業するにはいろいろな条件クリアしないといけなくて、うん、なんか病院があっちゃダメ、学校があっちゃダメとかになって、ギリギリですね、でそういう意味ではJ ゲームとかトライさんとかって結構ギリギリなんですよね。ギリギリですね、相当ギリ、うん、ギリギリです。よくパチンコ屋も俺作れたなと思ってるんですけど、うん、まあ、そういったいろんな諸々のタイミングでついに2004年9月 J ゲームが閉店が決まってしまったと、うん、これお客さんにはどんな形で告知したんですか。当時ね、それで告知してんのかな。多分、うん、ホームページ作ってたじゃない。ホームページはあったね、あった。そこで告知と、あと個人的ですよね。個人的に。うん、弟さんが赤間さんから電話かけてきて、珍しいな、みんな誘いかなと思って出たら、うん、あと再来週潰れっから。再来週とかそんなレベルだったの。そんなまあ1ヶ月前ぐらい、うん、前になんないぐらい。うんうん、潰れっからつってからちゃんと切れちゃうっていう。うん、ああ、伝えんなそこだけ。そこだけっていう。あ、本当。どうだった潰れるって聞いて。やっぱりなって赤間さんから連絡、その反応いいね。赤間さんから連絡来るってことは、まだ赤間さんは捕まってない。あー、まだ捕まってない、無実だっつって、うん、ってことは、あの1回がやばかったんだって言って、うん、で、まあミクシーに潰れるってよって書いてたのね。 J ゲームが潰れるってよっつって、とりあえず取り急ぎ J ゲームコミュニティを俺が作って、はい、で、みんな集まってきて、あったね、ミクシーの、ね、入ってくれとか言うと俺嫌だよと俺が言って、嫌だよ、入ってくれてないですか、入ってないからね、嫌だよ、J ゲームでだと思われちゃう。なるほど。当時の J ゲーム勢がまだ何かミクシーのコミュニティに入ってました、うんうん、あ、ミクシーにあるのあれ天神が作ったの。あ、そうなんだ、知らなかった。へぇ、で、最近ツイッターに写真が流出したのも多分あそこから。あったね。なるほどね。J ゲーム閉店。あれ、GRI 君とかあれ、閉店の時作業とかしたの？しました、しました。筐体出したりとか。そうですね。もう窓外してクレーンで外に出してとか。ああ、やっぱりあれ、クレーンで筐体出しでしょ？無理ですよ。無理だもんね。階段狭いもんね。B マニとかだって、ダンスとか入ったんでしょ？DDR1 階ですね。1階、あ、DDR1 階だった気がする。B マニア2階です。ああ、ツーデラとか入ってたよね。入ってました、入ってました。ねえ、あれクレーンですね。クレーンで入れたんだ、うん、クレーンで2階に入れてました、ね、さっきあのトライでも同じような話前回あったんですけど、うん、あ、やっぱり J ゲームもクレーンで入れてたんだね。ありがとう、エアロありがとう。だあ、え、なに、筐体お客さんに配ったの？あの、彼は堕落天使の基盤をわざわざ持ち込みで入れてくれてたんで、うん、じゃあせっかくなんでっつって対戦台組めよっつって、エアロ2台やるよ、やるよ、エアロ2台階段下ろしてもらって、エアロ2台はやばい。ここにエアロテーブルっていう似たような筐体の、ね、まあ、テーブル筐体があるんですけど、これ周りが鉄なんですね。やばいですよね、このこれ溶かすとすごいお金になるぐらいの鉄なんですよ。
つまり重いんだよね、はい、いいね、2台押し付けた OK みたいな感じで2トントラックで取りに行った2トン、ああそうだ、2トンなら入るね、余裕でね。じゃああれだ、9月8日に閉めて3日ぐらいかけて撤収してたの。あれそんなもんだっけ。そうそう、3日か4日ぐらいかけて中やってました、ね、あ、うん、これさ、閉店の直前にガロスペ大会やったっていつだ。だからほんと直前ですよ、8月の下旬とか、ね、うん、そうだよね、だって、うん、あの大会終わってからだって4回も撤収してたからね、あの時。あ、そうそう、あれ大会だったら3階だか2階だかでやって、4階が撤収も入ってたから、じゃあ3階でやろうって言って、そうそうそう、3階でいつもと違うところで最後やったんだよね、うん、3階からしたらもう基本リースが入ってたから、そうそうそう、4階のやつだけ先に処分したんだ。ああ、そうか、自分とか。ああ、リースの業者も入ってたんだ、うん、そう、あの大会もすごかったよね、だってちょっとうろ覚えだけど、やっぱ土日でもう2レーズやろうっつって、最後土日、最後の土日にガーッてやるぞっつって、ガロスペ大会行くぞ行くぞっつって、で、まあ、盛り上がったんですよ、わーっつって、すげえ盛り上がったから、もう一日やろうっつってあっつって、仕事かよ、おい月曜だけどっつって2レーズ急遽3レースみたいな。マジでバカ言ってんじゃねえよって、まあ、言っちゃうんですけど、言っちゃうバカ言ってんじゃねえよって。お前だってゲームして大会終わって飲み行って、そのまま飲んで朝まで行って、また J ゲーム行って、そう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 、また大会やる、また大会やる、行って家にいつ帰んだよ。そうそうそうあれやばかったよね。やばかったね。もう2日だからそれでもいけると思ったら3日目あんのと思ってああもう自分の中でその体調管理とか全部ペース、それもいいかと思って、そうそうそう、飲みのペースを考えてたのに、そう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 、全てがこの3日目で崩壊するっていう、崩壊って。なるほどね。あれはやばかったね。 J ゲーム飲み、 J ゲーム飲み、 J 飲み、最後閉店の近くで、あ、なった後かなんかで、閉店後かな、あれの、ね、J ゲーム若者さんから一杯奢ってやるから来いよ、そう、終わった後みんなで行ったんだよな、常連が十何人ぐらいだよね、結構行ったよね、あれ J ゲームのおごりで、うん、そう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 、マジですげえ、おごりでいいのかなって、太っ腹だよ、ちょっと、え、いいのかって、決まった俺が買い集めたドライブマイトとか、あの辺の基盤を全部売っ払いまして、EX レビューとかね、うん、マジで、まあね、売っ払うしかないからね、あれ ねしょうがないもんな、持ってない、持ってたってしょうがない、うん、みんなでパーッと飲むから、まあ、当時はね、あ、まちまち、そう、夜中8時に集合して、まちまちのあれ、パセラパセラ、あ、じゃあ、入ってたリーグマンとか、リーグマンね、サラマンダ2とか、みんな売っちゃったんですか、売っちゃってる、売っちゃってる、売っちゃってるリーグマンって誰か持ってきたんじゃなかったっけ。いや、俺買ってる、あれ買ったのか、買ってる買ってる、うちで、あのメガドラのパッドが出てて3人でちゃんと遊べるようになってましたけどね、 J ゲームで初めてリーグマン見た、リーグマンばっかやってる人で、あれね、リーグマンブーム起こしたよ、 J ゲームだって、ヘイにも入ってて、あとあそこも入ってたの、なんだっけ、レジャランもリーグマンで、トライも入ってて、おぉ、J ゲームなくなった途端、てめえらリーグマンかよって思った瞬間なかったんですよ、なかったよね、なかったから全然なかった、そう、これ前も実は話したんですけど、 J ゲームって面白かったたのが、シングルのラインナップ、シューティングとかのラインナップが当時これ入れないよねっていうのをわざと入れてたんだよね、あ、これ見ないなみたいなやつ、それがいい悪いは別として、そういう意味ではリーグマンっていうのがすごく、まああれゲーム面白いじゃない、面白い、中国とかでコピー基盤が大ヒットしたゲームなんだけど、だからすごい、おお珍しいななんて僕も思った記憶ありますね、だって J ゲーム行って覚えてるのリーグマンだもん、最初にガロスペドリーグマン、ガロスペドリーグマンなんで、だからそれぐらいなんかパンチのあるラインナップではあったよね。ちょっと今度さ、何が稼働してたかさ、まあ、赤間さんが記憶を呼び戻してですね、うん、ちょっといろいろシングルとか全部調べて、あの抜いてた麻雀は何だったのか、うん、調べて、何やったの、それは分かんねえな、ハイレートの DVD 麻雀だから、 DVD 麻雀ですね、そうそう、あ、じゃあ完全に抜けるやつだ、バリアル麻雀とかじゃないよね、DVD 麻雀アニメではないよ、お姉ちゃんが、うん、だからいろんな人ちょっと情報を募集したいんで、あの J ゲームに何を稼働してたかっていうのを、ミカドに情報提供してください。ちょ、全部 J ゲームにあったゲーム入れてみようぜ、ミカド。J ゲームにしますね、ミカド一回。J ゲーム感謝祭。やろうよ。俺ね、覚えてるのはね、ダダンダンがあったの。ダダンダン入れ珍しいと思ったから。結構覚えてるよ。自分でやっぱ買って入れてるから。隣にアシュラバスターかなんか。アシュラバスター。うん、まあ、ちょっとその辺の情報をもし、覚えてる方いらっしゃいましたら、ちょっと提供してほしいなと思ってて。ちょっとやろうよ、一回。J ゲーム復活祭。J ゲーム復活祭やります、今度。ねえ。ちょっと年末やりますか、年末ね、年末にまあ閉店してはいるけど、まあいろいろこうバーチャにしてもガロにしても、まあおかげで全部あのサインまではちょっと忘れてほしいんですけど、いろいろこうね、面白い基軸があったお店だったと思うんですよ。
だ僕もやっぱりあのこれから帝もガラス張りじゃないですか、うん、山手線から見える、うん、ここは J ゲームと一緒です。だからやりますよ。つぶやきますか。大江戸捜査も面白い。大江戸捜査ももういっぱいつぶやけますからね。ええ、いっぱいつぶやけますから。だから僕もここはちょっと引き継いでいこうかなっていう。伝説のゲーセンとかあります。伝説のゲーセンっつって、ええ、行こうかなって。ゲーセンミカド。思ってます。一回じゃあその日はとりあえずやりましょう、ね。うん、J ゲーム復活祭の日は絶対。そうですね。なのでですね、あの J ゲーム復活祭というのをミカドでやらせていただきました。そしてアキラがボソッとつぶやいてずっと気になってる企画があってですね、うん、あの J ゲーム T シャツ作ります。あれ気になったんですか。気になった。J ゲーム T シャツ作ろう。作ります。スタッフ T シャツ、スタッフ絶対ないのにないのにレプリカ T シャツ作るって。あ、当時制服ってどんな。一応ありました。あったっけ。あったの。印象ねえぞ。嘘だ。どんなだよ。ないよね。ないよ。嘘つけよ。なった時期があったの。着てないだろ。でもほらほら着なくてもいい制服。え、どんなの。普通の紫のやつで。じゃあ今のミカドみたいな、あの紫 T シャツ。まああんな感じで T シャツ。T シャツ、T シャツ、ポロシャツですよ、ポロシャツ。ポロシャツ。じゃあ今のミカドの T シャツ、初に J ゲームにしちゃえばそれでいいんじゃない？名前何も書いてないか覚えてないね。ただの紫の T シャツじゃねえかそれ。何も書いてねえって。制服だって気づかねえし。じゃあ分かりました、分かりました。その赤間さんの記憶をもとに。記憶をもとに。今の技術で再現した。今の技術で、J ゲーム制服レプリカと、あと J ゲームファン T シャツ、サポート T シャツ。必ず僕が、商品化します。ソウさんにも協力して。で、ソウさんに、一応話は振っていますけど、多分いらねえよそんなの。言われちゃうんで、多分ママチョップのブランドにはならないかもしれないですけど、まあ一応ちょっとそんな企画をね、やりましょう。やっていきたいと思いますんで、これからもちょっと J ゲームの名前はどんどん残していって、であとまだ J ゲームのビル残ってます。はいはい、残ってます。で今テナントを募集してます。今流行りのクラウドファンディングで。J ゲーム復活希望の方はですね、一口10万円から寄付金を募集していますので、こちらの方まで。どちらだよ。みんな、ね、募集してる方は名前書きますからね、壁にね。壁に名前書きます、うん、ガラスのとこガラスにこいつが10万出しました、プギャーって書きますから。ねえ、どうだろうね。全部書いてもらおうね。まあそれは冗談ですけどね。まあそんな感じでね、これからも J ゲームの伝説は、なるべく引き継いで、語り継いでいきたいかなと思いますね。そして、最後の最後にもう一度言っておきます。この、配信での話は、本当かどうかは分かりません。信じるか信じないかはあなた次第ということで、本日は第8回池田美濃君、そんな感じでお願いします。赤間さん、鬼平さん、ゲストの皆さん、誠にありがとうございました。J ゲーム編以上終了。ありがとうございました。終わり？終わり。でいいの？終わり。まだ話したいことがいっぱいある。